余韻が長い。ことない名前の手作りのお菓子をお店のはもっと美味しいんだよと笑ってご馳走してくれた沙織ちゃん。お前はここで殺す。いいや、逃げまーす。はぁ、待て。あの村にいたら私は分裂した。誰だ。引っかかった。くそ、呪力で釣られた。真人が二人。虎杖。あの村にいたら私は死んだも当然。逃げろー、クギ先。モロじゃん。邪魔だ、クギ先。元気かな、あのバラちゃん。今どこで何してるんだろう。沙織ちゃん、私東京に来たよ。ごめんね、フミ、約束守れなくて。虎杖、みんなに伝えて。悪くなかった。いつか会えたらあの時言ってたお店連れてってね。